イラ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 、もうわかんない、やめた、もうやめた。1分で教えて。ジジイに聞け。では簡単な計算をしてみましょう。コスト10円の原子力、11円の石炭、12円のガス、13円の再生可能エネルギーがそれぞれ 25% ずつのシェアである場合、平均の電力コストは 11.5 円です。一方、11円の石炭と12円のガスの2種類の電源がそれぞれシェア 50% だった場合も、平均の電力コストはやはり 11.5 円です。ではここでガスの価格が2倍、すなわち24円になったとしましょう。平均の電力コストは電源4種の場合は15円になりますが、電源2種の場合は 17.5 円になってしまうのです。より少ない電源に依存している、すなわち1つの電源のシェアが大きいと、そのシェアの大きい燃料の価格が上がった場合、受ける影響はより大きくなってしまうのです。わかったか。